今ですね、僕はシンガポールチャンギ空港にいるんですけども、今時刻はですね、このシンガポールの現地時間で朝方の4時前なんですよね。3時53分とかで、今からスイスに行く途中でですね、シンガポール空港で行くんですけども、トランジットでここで乗り換えまして、2機目の飛行機に乗り継いだはいいんですけども、なんとエンジントラブル、飛行機の、なんか不具合が生じたということで、まさかの乗り換えになっちゃいました。で、今出されてですね、まあおそらく今4時ぐらいになるので、新しい時刻が5時20分離陸かな。なので1時間後ぐらいにはまた搭乗が始まるんじゃないかと思うんですけども、いや参りましたマジで、まさかのね、5年ぶりの海外で、スタートからつまずきました。なんか一回インド、あの辺のアジアの市の旅でえらい、やっぱその時も不具合で飛行機を乗り換えてですね、2、3時間遅れたのを思い出しましたね。あの時はなんかハンバーガー1個くれて終わりっていう感じで、苦い思い出がありますけども、なんか今回は今ちらっと見てたら、なんかランチというか、ランチじゃないか、もう夜なんで、食事をなんか用意してましたね。段ボールでいっぱい搬入してたんで、そのうち配られるんじゃないかと思います。とにかくね、まあ今この空港でね、こういうのしかないんで、ちょっと時間潰して、出発待ちたいと思います。まだちょっと時間がかかりそうです。こんな感じで深夜なのでガランとしてますね。僕らが待っているというか、その、ソファーがあるところ以外は結構ガランとしてて、さっきね、飛行機乗る前は結構賑わってたんですけどね、今もうやっぱり4時ぐらいになっちゃったんで、その分人が減りました。ああ参ったな。はい、今時刻4時22分です。ちょっとね、時間が経っちゃったんですけども、さっき僕がちょっとね、持ち場離れた時に食料をやっぱ配られたみたいで、ちょっとしたスナックなんですけども、そっからまあちょっと時間が経って、一応紹介します。配られたもの、こういう小袋で渡されまして、お水ですね。お水とポテトチップス、それとこれなんだろう、夏系のバーみたいなやつかな、オーツハニーで、これが唯一なんか日本語が書いてあった気がする。あ、違うか、あ、これだ、そうだ、グランベリーっていうの、とあとはこれ、手拭き的なやつで、キットカット、これで全部かな。シンガポールエアライン、これいつもね、僕思うんですけど、マックの時も思ったんですけどね、こういう時の配るものっていうのは、あらかじめ想定して用意されているものなんですかね。この遅延だったりするときに、あのマックの時はでもなんか急遽手配したような感じもしたんだけどな、あったかいやつでわかんないですけどね。まあでもここはまあシンガポールの空港ですし、シンガポール航空のホームだと思うんで、まあそれなりに空港にそういうとこはあるのかもしれないですね。ストックしておく場所が、こういうのはストックできるものなんで、とりあえず配られたものはこんな感じでした。とりあえずそしたら、もう待つしかないですね。まあ多分もう30分ぐらいすれば搭乗するんじゃないかなと思うんですけど、まあでも荷物をね、全部お客さんのスーツケース積み替えなきゃならないですからね。あとはまあもちろん機材の点検、再点検みたいなことするのかな。何しろ一度乗り換えてるわけですからね、そこはちゃんと
やらなきゃまずいんでしょうけど、まあ、しょうがないです。とりあえずじゃあ待って、もうね現地着くのも遅くなっちゃいますけども、時間が来たら乗り込みたいと思います。